どうもこんにちは。今回はですね、2018年 Amazon で個人的に買ってよかったキャンプ用品ベスト5をお送りします。とは言ってもですね、数えたら10個ぐらいしか買ってませんでした。まだまだ僕は初心者の段階なので、いろんなものが気になりますし、使ってみたかったりします。その中で良かったものをベスト5を見ていこうと思います。まあ今年はですね、 DIY することが多い年だったので、今後も作れるものはどんどん作っていきたいなと思ってます。それでは第5位から、フィールドアのエアベッド。これを使うまではですね、布団を持ち込んで寝てたんですけれども、どうしてもね、体が痛くなってしまうので、コットとかとですね、迷った末にエアベッドを使うことにしました。使うまではですね、強度的な問題も気になってたんですけれども、今のところ破れたりすることなく使えてます。電池式の電動エアポンプで膨らませたり空気を抜いたりできるのはすごく楽です。空気を抜いて畳んでしまえば、そんなにね、場所も取らないので、これもいいところです。寝るときにもう一度ね、しっかりと空気を入れておくと寝心地もアップできます。これはね、すごく寝やすい上に値段も安いので、キャンプでのベッド、これに迷っている方はですね、ぜひ一度試してみてはどうでしょうか。それでは第4位、 DOD のワンポールテント。今メインで使っている DOD のワンポールテントなんですけれども、このテントを使う前はですね、家族向けのケシアを使ってました。で、広くてすごくいいんですけれども、一人で設営するっていうのがね、ほぼ不可能なので、ソロキャンプには全く向いてないテントでした。一人で設営できるものということでワンポールテントを選んだんですが、これはね、本当に楽です。僕のテントでの過ごし方なんですけれども、基本的にテントの中っていうのは寝る時以外使うことが全くないので、あまり使わないものであれば設営に時間をかけたりしたくないっていう希望がですね、ワンポールテントを使うことで叶えられました。まあ今ですね、別に新しいテントが欲しいっていう気持ちもあんまりないんですけれども、もしね、また新しいテントを買う時までは、当分ソロキャンプではこのテントを使っていくんじゃないかなと思います。そして第3位、キャプテンスタッグのトートバッグ M サイズ。これはね、本当に助かってますよ。薪を入れるのに使ってるんですけども、専用の薪バッグってすごい高かったりしますよね。で、あと見栄えは良かったりするんですけれども、あくまで屋外での移動用だったりして、薪全体を包むようなタイプじゃなかったりします。このバッグはですね、薪がだいたい3束くらいまでなら入ります。で、このバッグを使うようになってから、車の中が薪の木くずで汚れるっていうことがなくなりました。車の中に薪を入れると、ほんとね、木くずでめちゃめちゃすごいことになるんですよ。なので車の中を汚さないで済むっていうことと、バッグのサイズもすごく大きいので、焚き火をしない時もですね、めちゃめちゃ荷物が入るバッグということで、荷物を一つにまとめることができてすごく便利です。そういう意味ではですね、このバッグはすごく値段も安いですし、かなりおすすめできるバッグなんじゃないかなと思います。続いて第2位、岩谷の炙り屋。なんかね、これってすごく前から使ってるようなイメージがあったんですけれども、今年買ってました。焼き鳥もバーベキューもできるものなんですけれども、電源を必要とせずに使い捨てガスで使うことができます。肉もね、柔らかく焼くことができますし、ガス臭くなったりもしないので美味しく食べることができます。これのいいとこなんですけれども、アウトドアで使うっていうのはもちろんなんですけれども、家でも使えるっていうこと。例えば焼き鳥とかバーベキューをするときに炭を起こすのって結構面倒だったりするんですけれども、自宅のテーブルの上でですね、ちょっと飲みながら焼いて食べるってことができるので、かなり重宝してます。大きさ的にはそんなに大きいものではないので、まあやっても2人用ぐらいの大きさなんですけれども、まあ夫婦で使ったりとか、あと一人暮らしの方とか、これはね、本当におすすめします。そして第1位、 LMR の寝袋。これもね、かなり前から使ってるイメージなんですけど、今年買ったものです。初めて買った寝袋がこれだったんですけども、寒い時期っていうのはこれをずっと使ってます。もちろんですね、マイナス気温で使ってないからっていうのもあるんですけども、この寝袋をですね、キャンプする時も車中泊する時も使ってて、寒いと感じたことがまだありません。動画へのコメントやレビューなんかを見てると、やっぱり個体差があるみたいではあるんですが、もう何十回も使っててダウンが出てくるってこともほぼないですし、当たりの商品だったなと思います。僕は個人的に今年買ったものの中ではこれが一番コスパが良かったなと思ってます。寝袋って本当は上を見るとキリがないので、初めて買う方なんかはですね、どの寝袋にするべきかっていうのをすごく悩むと思います。
冬の時期であればですね、ダウンの方が暖かいと思いますので、僕自身がですね、冬キャンプをしてきた経験上からも、これ一つでマイナス気温にならなければ十分な寝袋だと感じてます。来年の2019年、車中泊もどんどんしていこうかなと思ってますので、余計にですね、この寝袋が活躍してくれるんじゃないかなと思ってます。ということで、今年買ったものベスト5、動画の中でもですね、かなりの頻度で登場したものだったように思います。僕自身がそこまで買い物をしまくるっていうタイプでもないので、買うときは似たようなものをですね、かなり比較した後で買うようにしてます。なので期待値も当然高かったりするんですけども、今回ご紹介した5つのものはその期待値以上のものでした。もしこの中で気になるものがあれば、ぜひ見てみてはどうでしょうか。それではまた次回に。